それでは鈴木さん、発表の方お願いします。拍手をお願いいたします。ありがとうございます。英語タイトルになってますけれども、デベロップメント C エクステンション with using 5.11 ということで、発表させていただきます。テーブルオブコンテンツこのようになっていて、イントロダクションから始まります。はい。で私の自己紹介なんですけれども、Python 歴がだいたい10年ぐらいでして、で現在、勤務先は、すみません、株式会社資生堂になっています。でそこで、肌画像の、評価方法の、研究開発を行っています。で、まあ、資生堂化粧品会社なんですけれども、まあ、なぜそれがやっているのかということで、まあ、店頭とかですね、もちろん皆様の、スマホとかでもですね、肌を画像を解析して、でそれでその人の肌タイプに合ったものをおすすめするみたいな、そういうことのために、まあ、画像を解析すると、そういうバックエンド側の開発を行っております。でですね、まあ私は Python 結構好きでやっているんですけれども、まあ、私があんまりですね、社内には Python をやっている人ってのはあまりなくてですね、まあ、とはいっても肌解析をやっている文化っていうのはありました。で、まあ、その中でですね、まあ、趣味でやるんだったらまあいいんですけれども、同僚とかを巻き込んでやるとすると、まあ、そこには文化があるということです。で、まあ、組織があると文化があって、でその文化の中にプログラミング言語っていうのもまあ入っていると思います。で、特に効率が求められる場合とか、まあ、歴史的な資産とかがあったり、まあ、あとメンバーのスキルという理由で、C とか C プラの開発っていうのをしたいっていうことはあると思います。で一方ですね、まあ、知ってると思いますけども、Python グルー言語としてすごい、優れているし、まあ、ライブラリもたくさんあるので、まあ、そういう Python も使いたいと、思います。でそういう時に、まあ広めていきたいわけなんですけれども、かといってその元々ある文化も大事にしたいと、じゃあどうするっていうことです。でですね、はい。で、まあ、そこで私が選んだのは、Python と C 言語をまあ連携して、やるということです。で、Python と C 言語の連携方法なんですけれども、まあ、Python から C 言語を呼ぶ方法って何だろうということで、まあ、公式ドキュメントを見るとですね、まあヘッダーですね、 python.h をインクルードして、C 言語を、ビルドすると、まあ、そういうやり方があります。で、まあ、注釈として、まあ、これ cpython 限定であるし、もともとある、ライブラリを読みたいだけだったらば、まあ、ctypes でいいと、まあ、あるいは、cffi の、ものを利用したらいいと書いてあります。まあ、だから下に書いてある3つですね、 python.h を、C 言語側でインクルードしてビルドする方法、そして ctypes を python 側でインポートしてライブラリを呼ぶ方法で CFFI と。でじゃあ、私がここで紹介している PyBind11 って何なんだっていうことなんですが、まあ、現在なんか CFFI がベストっぽく私がこれ読めました。で PyBind11 は、基本的にはこの CFFI に似た機能を提供するということで、まあ今回共有したいと思っています。で、まあ、PyBind11 についてなんですけれども、まあ、何かというとですね、Python の性格書をまあ簡単にできるようにしてくれるライブラリーです。でブーストパイソンから派生したらしいです。で、ちょっとこれ調べてるうちに、気づいたんですけれども、機械学習ライブラリー、DLib、まあ、皆さんご使ってるかどうか知りませんが、まあ、多分ご存知の方も、まあ、もしかしたらいるかもしれないと思います。で、まあ、それのですね、最新コミットをちょっと見てみたら、トップのところにですね、ちょっとこれ赤線が効いてあって、ちょっと小さいんですけれども、まあ、PyBind11 の、アップデートに対応しましたというコミットがあって、まあ、使っているんだなということで、まあ、全く使われてないわけじゃないということで、まあ、紹介する価値があるんじゃないかなと、思いました。で、まあ、早速ちょっと簡単な使い方ではあるんですけれども、ですね、はい、そうですね、まず C 言語側でビルド、 C 言語側も書く必要があるので、 C 言語側でちょっと待っていただけますか。大丈夫かな。
まあ、いいか、 C 言語側で、まあ、こういう言語があるとしますと、関数でですね、2つの、イントを取って、それの、合計を返すっていう関数、まあ、それをどうしたらいいかっていうと、まあ、セットアッパイに、その下にですね、パイバインドイレブンモジュールのこういうふうに書いて、このアッドって関数をまあ公開しますよっていうふうにすれば、それでできますと。で、セットアッパイは、下のように書けば、OK で、エクストモジュールのところに、まあ、こういうふうに書けばよいと、まあ、これだけなんですね。で、まあ、実行例なんですけれども、まあ、これどうやってビルドするか、まあ、C 言語なのでビルドする必要がありますと。で、実行するには、セットアッパイのデベロップとか、まあ、いろいろやるとビルドが走ります。で、それはですね、下に書いてあるように、まあ、インポートイグザンプル、今回イグザンプルっていうような、モジュールを作ったので、まあ、それを呼ぶことができます。で、まあ、そこでですね、まあ、iPython でやれば、ハテナマークをつけることで、そこ のドキュメントを見ることができるし、まあ、実際 1+3 は4っていう、まあ、当たり前ですけど普通の、答えが返っていきます。で、まあ、それはいいんですけれども、まあ、C 言語なので、まあ、データ型が異なるとエラーになります。まあ、それはそうですよねと、例えば下の例で言うと、1. いくつを足してるのかな、小数の、フロート型を出したとしてます。まあ、そうすると、まあ、ちゃんと警告を出して、インコンパチブルファンクションアーギュメントということで、まあ、それはダメですというふうに返っていきますと。ちょっと待ってくださいね。で、まあ、これが、さっき説明したのはここまででしたね。まあ、C 言語のデータが異なるとエラーになるということでした。で、ですね、まあ、これクイックスタートなんですけれども、PyBind 11はですね、まあ、他の、まあ、NumPy とか他の周辺ライブラリとの連結 の方法も提供しているので、まあ、それを、ご紹介したいと思います。ですね、まあ、私もそうなんです。私はもう特にですね、ナンパイを入出力にするモジュール作りたいなと。だけど C 言語からするとナンパイもののデータ型って、まあ、解釈できないものなので、まあ、それをどうやって C 言語側に変換するかっていうのは問題になります。で、まあ、そういうモジュールも作成できます。で、例えばこれでここで紹介するのはですね、2つの、アレイを受け取って要素ごとの和を取ったアレイを返す関数ですと。で、まあ、ちょっとたくさん書いてあるんですけれども、まあ、なんでこんなにたくさん書く必要があるかというと、戻り値のナンパイデータ型、まあ、Python に、ナンパイデータ型を返さないといけないんですけれども、そのデータ型っていうのは、普通の Python は知らないもの、普通の C 言語は知らないものなので、まあ、それを作成する必要があると。で、Python 側で作成する必要があるということで、PyBind では、ナンパイ .h でそれをラッパーを提供して、作れるようにしています。でですね、まあ、まあ、公式のドキュメントとかにも、まあ、言い方書いてあるんですけれども、いろんな方法を用意されています。で、例えばですね、いちいちC 言語の方にコピーするやり方であるとか、あるんですけれども、まあ、ここではちょっと効率性を優先して、範囲チェックをしないでアクセスする方法、まあ、それはどこに書いてあるかというと、このアンチェックドっていうところを使うとですね、まあ、チェックしないような、ポインターが取得できて、そこから先は、C 言語の文法で処理できるようになっています。という方式を利用しています。で、まあ、これ実行するとですね、まあ、インポートエグザンプルして NumPy を使って2つのアレイを用意して、でそれを合計するような、ものが、まあ、当たり前ですけど実行できると。で、まあ、当然なんですけれども、まあ、さっきと同じように、指定した方以外の来た、指定した以外の方が来た場合はエラーになりますと。まあ、ちょっと小さいんですが、まあ、予期しないで動作になるってこともあります。例えばですね、ここで言うと、まあ、上の方は、まあ、まだいいんですけど、ここのここですね、まあ、1つ目のアレイと2つ目のアレイの長さが違うときで、まあ、4つ目の合計値何になるんだって、これ決まってないんですけれども、まあ、変な値が入ってきてしまって、まあ、こういうことになりますと。で、ですね、まあ、あとは、まあ、さっきと同じようにフロート型とかを入れてしまうと、やっぱりそれもダメですよっていうふうに言われてしまいます。まあ、そういう注意点はありますと。だけど、まあ、すごく使えると、ただこれだけで使えるっていうのは、まあ、便利かなっていうふうに思いました。で、もう一つは、まあ、アイゲンですね。皆さんアイゲンご存知かどうか、ご存知かもしれないと思いますけれども、結構有名な、線形代数ライブラリーで、まあ、C プラで利用できるヘッダー折りの線形代数ライブラリーで、ですね、まあ、線形代数ライブラリーっていうと、まあ、まあ、効率性が重要なんですけれども、まあ、有名なゴッドブラスと比べても、まあ、遜色ない程度に高速というふうに、まあ、言われていますと。で、まあ、これもですね、結構かなり簡単に利用できます。で、C 言語側はですね、
まあ、これ今回どういう関数を作るかというと、愛言用い単発の行列の乗算を行って、結果を関数マトリックスのマルチプライを作るというものですと。で、まあ、新言語の操作は愛言を使うと、まあ、これだけなんですけど、掛け算するだけなんですけれども、ですね、まあ、それを書くことができると。でこれビルドするときは、セットアッパイの下の方にですね、インクルードディレクトリーに、愛言をダウンロードしたフォルダを指定すると、まあ、そういうふうにするとまあ、それだけで、うまくビルドして動いてくれますと。で戻り値のデータ型もですね、まあ、さっきのナンパイに比べると、すごく短くなってですね、C コードのソースの方がすごく短くなって、まあ、やってくれますと。で戻り値のデータ型は、C 言語側でメモリ領域を確保して、で、その後でですね、所有権を Python 側に、まあ、渡しますっていう、そういうやり方になっています。で、まあ、最後の所有権のところ、リターンバリューポリシーっていう指定が、ですね、まあ、上の方の C コードのソースの、ここですね、ここら辺にテイクオーナーシップっていうふうにやると、まあ、メモリー管理の方式を、Python 側に、渡すっていうような、そういうことができますというものです。まあ、かなり簡単に愛言とかも利用できると。で実行すると、まあ、当たり前なんですけども、まあ、そうですね、これは 1,2,3,4,5,6 っていう 3×3 の行列を2つ試しに作って、まあ、行列拡散をするとこういうふうになるというふうになっています。で、まあ、愛言に限らずですね、まあ、C 言語をやるときは、行列演算の効率的な実行にはですね、データのメモリー上の格納順、注意する必要がありますと。で、まあ、ローメジャーとかカラーメジャーとか、まあ C 言語の並び方とか F フォートランの並び方と、まあ、そういうふうなものですと。で、まあ、ナンパイのアレイは実はデフォルトでは、まあ、C 言語型のローメジャーになっていました。で、愛言のデフォルト、まあ、愛言のデフォルトは、まあ、カラーメジャーになっているということで、まあ、これそのままだと、まあ、インコンパチブルなんですね。で、まあ、なので何をする必要があるかというと、まあ、2つですと。手は2つ、愛言側で、明示的にローメジャーを受け取るように指示するか、ナンパイ側で F 型にするかっていう2つの方法があって、まあ、そこは注意する必要がありますと。でさっきの例も実はそれをやってました。ですね、上の方で、まあ、ローマトリックスっていうのを、まあ、定義して、まあ、愛言のローメジャー型でデータを受け取ってくださいっていうふうに、まあ、しています。まあ、そうすると、もともと Python がローメジャーなんで、まあ、それは自然に受け取ってくれると、まあ、そういうふうになります。でですね、まあ、例えば、実行の、実行例なんですけども、まあ、普通に、ナンパイアレイを作って、まあ、フラグスってやると、まあ、いろいろ出てくるんですが、まあ、C は true で F が false ということで、まあ、C 型になっているというふうになっています。まあ、これデフォルトですね。でそれを、まあ、アズフォートランアレイっていうふうにすると、まあ、今度逆になって、F 型になると、フォートラン型になると。で、まあ、そのフォートラン型にしたものをさっき作った、ローメジャーを受け取るっていうやつに渡すと、まあ、エラーになりますということなので、まあ、実行するとき、まあ、愛言すごく便利なんですけれども、まあ、ちょっとこういうメモリーの、並び方っていうのを気をつける必要がありますというところです。で、次にですね、まあ、ライブラリーとの、まあ、リンクなんですけれども、C 言語を開発するときって私もそうなんですけれども、よくその外部のライブラリを、まあ、依存して、それとつなげて作るっていうことあると思います。私たちの場合だと、まあ、OpenCV を使ったりするんですね。で、まあ、それを依存する場合はですね、まあ、これも一応ビルドできます、問題できます。なので、まあ、普通の C 言語で開発するバックエンドで開発するようなものは、まあ、大抵できるようになっているというふうに思います。で、まあ、じゃあどうすればいいかっていうと、この、まあ、セットアッパイのところにですね、ライブラリのディレクトリーとライブラリーズ、まあ、ライブラリーズこれ、まあ、私指定する必要があると思ってますけれども、指定してあげると、まあ、それをリンクして、まあ、ビルドを通してくれるということになります。ただですね、まあ、このパッケージにとして、まあ、自分で使う分にはまあいいんですけれども、まあ、パッケージを開発する場合は、ここに、そのライブラリがあるっていう前提でこれビルドしているので、そのライブラリですね、この場合、OpenCV をどうやって配布するかっていうのを考える必要があって、まあ、そこはちょっとまた別途、まあ、今回では紹介しませんけれども解決する必要があります、まあ、そういうところです。ただ、まあ、こういうふうに書けば、まあ、ライブラリと、リンクしたものも作れるので、まあ、かなり自由度は高くて何でもできるかなというふうに思っています。でですね、まあ、C 言語で開発するということなので、まあ、当然
テストとあとメモリをどうするかっていうのはやっぱり必要になってきます。普通 Python でやるときそれあんまり、特にメモリのことはあんまり気にしなくていいんですけども、やる必要があるということです。で、テストについてですね、C モジュール内で、C 言語の中でメモリ確保された分、っていうのは、Python の、Python の、ガベージコレクションは、勝手には消してくれません。なので、C 言語部分でメモリリークしていないかっていうののチェックは、ある程度規模が大きくなると確認する必要があるということです。で、ここで私が行っている確認方法を共有したいと思います。で、C 言語レベルの、まずメモリの前のテストなんですけれども、C 言語レベルのテストでは、私の場合は G テストを使いました。Google テストですね。で、Google 開発している C プラグ用のテストライブラリーで、行っています。で、それとは別に Python レベルでは私は Node テストを使っていて、その2つを両方とも使っているというふうなことをやっています。で、G テストの私の、実践の、方針なんですけれども、まずは、Python のインターフェースと、C 言語の部分を分けると。で、C 言語部分を、それはそれで、G テストでテストする。で、G テストでテストするとどういうことかっていうと、コンパイルをしてテスト用のバイナリーを生成すると。C メイクを使っています。で、Python の部分は Node テストでテストということで、C 言語部分は、あと Python の部分は別々で、テストをしているということです。でですね、例えば、IA の時に使った、まとまるの関数をテストすることを考えると、その時はですね、テストのため、まとまる関数の別ファイルに切り出すと、これ別にコピーするっていうわけではなくて、別ファイルに分けてビルドすると、構成するっていうことです。で、この例だと私、意図的にメモリーリークを仕込んであります。マイント型をマロック、メモリーを、アロケーションしてでいるんですけども、それを消すのを忘れているというものです。で、これを、C 言語側でテストするんですけれども、ちょっとここ Python の場合ではあるんですが、G テストのテスト、C 言語側のテストコードを書きますと。で、これもそんなに難しくなくてですね、テストコードを書くということで、私、ノーズテストとか書いたりするんですが、それとあんまり変わらないように書けるかなというふうに思います。テストケースを、テストっていうふうに書いて、で、こう1234567 8っていう行列を2個作って、実行した結果がデザイアードと同じであることを、アサートすると、そういうものになっています。で、これはですね、C メイクでビルドしないといけなくって、C メイク のビルドは、若干めんどくさいかもしれませんけれども、こんな感じで、G テストも使うよ、IGEN も使うよっていうふうにやってビルドすると、ビルドできますと。で、ビルドするとですね、テスト用のモジュールができると。C メイク使ってらっしゃる方いるか分からないですが、こうすると、C メイクでメイクオールド、テスト用のバイナリーが生成されますと。で、それを実行するとですね、実行はバイナリー実行するだけなんですが、こんな感じで、テスト1を実行して OK でしたっていう答えが返ってくるようになっています。これは C 言語側のテスト の私がやっている方法のご紹介なんですけれども、これ結構必要だと思うんですね。なんでかっていうとちょっとまた後の方で出てくるんですが、これ作っておくとメモリーリークのチェックができますということです。で、ちなみにですね、今一番初めに、C 言語側のソースを分離するって書いたんですけども、Python インターフェースはじゃあそれどうしたらいいかっていうと、こんな感じにすればいいですと、その分離したものが外部で定義されてるってことを書いて、でセットアップ i に、その分離したファイルも、追加してあげれば OK ということです。だからこの場合、example.cpp のところが、インターフェースのこの PyBind11 が書いてある部分で、このまとまる CPP は、いわば純粋な C 言語のソースということになっています。で、次メモリーチェックなんですけれども、メモリーチェックは私ワルグリンドを使っています。ワルグリンドはメモリーデバッグやメモリーリークの検出プロファイリングが行われる、OSS の開発ツールということで、それにですね、実行コマンドを足すことで、メモリーリークのチェックができます。で、今回、G テストで、テスト用のバイナリーを作っているので、それを、ワルグリンドに送れば、テストできるということです。で、実際送ってみると、やり方はこんな感じで、ワルグリンドコマンドに、引数としてですね、テストバイナリーを与えると、そうするとメモリーチェックが走って、だーっといってですね、サマリーが出てきますと。で、注目するべきは、リークサマリーですね、この場合。
ロスト40バイトということで、ちゃんと40バイトのメモリーの削除し忘れが指摘されています。で、これは、実行してすぐに終了するプロセスだったらいいんですけれども、長期間動くようなデモみたいなものに組み込むんだったらば、ポジティブリも含めてゼロにするということをやる必要があります。ちょっとめんどくさいですけども、マシン言語と組み合わせる場合はこういうことが必要ということで、なってます。で、最後に DevOps の事例紹介ということで、ちょっとここまでやって、Python 側の、ビルドもセットアップも走らせる必要があるし、で、C 言語側も、C メイクで、テストバイナリーを作ってですね、それのテストをして、チェックをするっていう、やることいっぱいあるんですね。なので、それをですね、いちいちやりたくないということで、私の場合 DevOps のパイプラインを使っていました。で、先ほどここ の会場の中で、マイクロソフトさんのブースを発見してお世話になってますってお礼をしたんですが、Azure の DevOps を、用いてパイプラインを作成しています。で、私たちの場合、裸解析のプログラムをですね、作ってパッケージングをしてですね、社内向けに公開しています。で、Azure のいいところですね、Azure はマイクロソフトは回し物じゃないですけれども、いいところとして、Azure の中ですね、PyPI サーバー、みたいな使い方ができるものを、用意してくれているので、そこに、置いて社内向けに公開しているということです。で、Azure を使うとですね、Active Directory を使ってアクセス管理をした上で、社内向けのパッケージ管理公開ができるので、結構便利かなというふうにして重宝しています。ありがとうございますということです。まとめです。まとめですけれども、組織文化とか効率性の要求によっては、C 言語と Python を混合して開発する必要があると思います。で、私ここでは PyBind11 を用いて Python と C 言語を連携する方法を紹介しました。で、C 言語部分の、テストの実践方法を、紹介しました。で、弊社の DevOps での開発用事例を紹介しました。で、現在でもですね、C 言語結構生きているかなっていうふうに思います。ここは Python のコミュニティですけど、とは言っても C 言語と仲良くするっていうことも必要かなと思っています。他のプログラミング言語との連携っていうのは、一種の、異文化交流でもあるのかなっていうふうに私は思っていて、で、皆さんもですね、C 拡張に触れてみて、そういう文化交流してですね、そこで Python の、普及活動というか広めていく活動っていうのもしてみたらいいんじゃないでしょうかっていうふうに思います。はい、私の発表は以上です。質問ありがとう、ご清聴ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。スライドに質問の方がですね、いくつか上がっているので、お聞きしたいと思います。そうですね。内部向けパッケージ管理システムは何を使っていますか？とのことです。ありがとうございます。Azure の DevOps の中で用意されている Azure Artifact っていうのが用意されていて、でそれがですね、PyPI サーバーのように使えます。PIP インストールでインストールできると。もちろんここのサーバーを見てくださいって指定する必要がありますし、認証もする必要があるんですが、それをすることでできます。なので答えとしては、Azure Artifact を使っています。はい、ありがとうございます。あともう1点ですね、素人質問で恐縮ですという、いつもの接頭詞がついているんですけれども、NumPy を用いて Python 側で、これ何ですか？アイゲンですね。アイゲンで処理する場合、データのコピーは発生するのですか？また、PyBind 側でうまいことをやってくれるのでしょうか？とのことです。ですね、基本的にその引数として渡す場合は、デフォルトではですね、何でしたっけ、変わらないイミュータブルな型として C 言語が受け取るようになっているはずです。だからコンスト上がつくのかな、っていうふうになって、引数そのものは変えられないようになっているはずです。でそれを変えるようにできるという方法はちょっと私は調べてない、分かんないんですけれども、そういうふうには当たります。でデータのコピーかっていうと、レファレンスを受け取るっていう形だったと思います。なのでコピーじゃなくてレファレンスっていうふうに私は認識です。それらのことはですね、結構 PyBind 側でうまくやってくれていて、どういうやり方でやりますかっていうのも選べるようになっていたと思います。はい、ありがとうございます。もう1点だけ
そうですね、Python 側にメモリ管理を譲渡するオプションがあるという話にあったように思いますが、それを True にすれば基本的にはメモリーリークを気にしなくてよくなるのでしょうかということです。答えはノーですね。これはあの戻り値の話だけなんですね。で戻り値は、まあ、Python 側で戻り値を受け取るのでそれをどうするかって分かりますけども、内部で全部解決している話は、まあ、当然知りようがない。 Python 側はなので答えはノーで、残念ながらあのメモリーリークは気にしないといけないです。はい、ありがとうございました。お時間の方が来ましたので鈴木さんの方のトークの方を終了させていただきたいと思います。発表ありがとうございました。参加者の皆様は大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。